どうも、パカッター警察交番勤務の PDR さんです。今日も、いやいやいや、相棒ちょっと待ってよ。これ、帽子はちょっと事件現場に忘れてきちゃって。もうしっかりしてよ。じゃなくて、The Last of Us まだ見てないんだよね。そのうち見るから。いや、まだ見てないの。超面白いから早く見ろよ。って、あれ?俺なんて言おうとしたんだっけ?今日も元気にパカッターを取り締まりたいと思います。でもその前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、パトロールに行ってまいります。ケイト君、お誕生日おめでとう、終身刑。なんで泣いてんの?ライオンキングを思い出しちゃって。ムファサが亡くなった後に、トー横キッズがムファサの死体の上に乗っかるシーンあるじゃん。あれ思い出しちゃって。そんなシーンねえよ。ヨキャラでーす。嘘つけ。相棒。陰キャの子が痛い。まあそう、自虐的になるなって。陰キャ同士で盛り上がってうるさいやつ。俺マジで痛い。陰キャラのくせに騒がないでほしい。陰キャよりお前の効果音の方がうるさいわ。陰キャらしく静かに机で寝とけ。明らかに陽キャじゃなくて陰キャなのに陰キャをディスっていくスタイル嫌いじゃないです。ただ効果音が多い、そしてうるさい、よってうざい。うぇまず親子とサラリーマンを引きそうになってて危ない。そして幼稚園児に改造してもらったその軽トラダサい。前回の新成人同様全く大人になってないことを証明してくれてるね。まあでも彼らもちょっとかわいそうだよな。どこが？きっと今まで大人とかに相手にされてこなかったからこうなっちゃったんですよね。死刑。ロンゲハゲバーサスハゲガッパ、ポケモンいつの間にかすごいリアルになりましたね。あのね、我々のミッションというのは子孫繁栄なんですよ。子供を産んでしっかり育てるということが我々人類に課されたミッションなんですね。いやいや、そんな言い訳はいらないから、出来婚なら素直に出来婚って言おうぜ。別に悪いことじゃないんだから。相棒、我々の脳みそというのは子孫を繁栄するためにあの脳みそはプログラムされています。可愛い彼女を作って子供を作って育てていくと、ね、そのために俺らはモテたいという欲求があるしね、かっこよくなりたいという欲求があったりとかするわけですよね。うん。何かを売りつけようとしてるような感じがするのは PDR さんだけ?そういう脳の元々プログラムされているね、ことに従えずにですね、いつまで経っても AV を何してるようなね、紐手がね、最近多すぎるんですよね。いやいやいや、うっせえよ。うん、だから日本少子化になってるし、国力が弱くなってるわけでね。仕事と子育てを両立できる環境が微妙。物価高騰。単純に子供が欲しくない。とか忘れてるよ。国力が弱くなることによって、どん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 景気が悪化していって、自分らの首を絞めてるわけだよね。お前らがモテるための活動をしないことによって、どんどん。はいはいはい、質問です。はいどうぞ。これって、駅ビルかなんかの中で撮影してるんですか?自分らの首を絞めてるわけだよね。お前らがモテるための活動をしないことによって。だとしたら、最高に面白いです。あと、この女性の方はただの飾りなんですか?相棒!トロフィーワイフ扱いしてんのこいつだろ?モテるための活動をしないことによって、どんどん国は弱くなっていて、景気が悪くなっていって、結局お前らの給料が下がるというね、そういう悪循環になってるわけだよね。それだけではないでしょう。だから自分の身を守るためにも、お前らモテろ。うん、モテるための努力でしょ。あの、すごい頑張ってるのにモテない方はどうしたらいいんですか?さっさと子供をね、うん、俺らはね、子供10人作る予定だけれども。10人?産むのお前じゃないんだぞ。いいの?本当に。あと10人クソ金かかるよ。大丈夫?ビッグダディみたいにテレビで小銭でも稼ぐのか、それとも YouTube で子供を晒してお金儲けの道具にしてお金稼ぐのか、どっちだ?うん、お前30にもなって子供産めないってね、お前終わってるぞ。うん、産むのは男じゃないって分かっ
ってるよね、この人。子供を育てていくだけの経済力もなければ、彼女を作ることもできない。うん。そんな状態で30歳を迎えたそこのお前、うん、終わってるから。うん。マジ、死ぬかモテるか、どっちか選べ。そのレベルだからな、よろしく。だそうです。これネタだったらちょっと面白いけど、マジだったら、電車逃してタクシー代出してくれるんだったら許す。ねえ、なんでそこにわさびがあったから。え、キモ。そんなになめなめしたいんだったら、うちの子供が使わなかったおしゃぶりでもあげよっか。やば。いや、マジでありえないんだけど、今まさに我々は一人の若者の人生が終わる瞬間を目撃しました。ご主、ちょっと待って、それ次のやつで使うから。マジで。いやー、PDRさんもモップ使ってハリーポッターごっこしましたね。ハリーポッター嫌いなのに。お客さんいないし暇なんだから別にこれぐらいは良くないって思うんですけど、次の映像が問題なんですよね。うわー、やっちゃってるね。廃棄になってからつまみ食いすればいいだろ。相棒、顔出しして店名まで出してネットに載せるとか、もう人生諦めたのか、特定してくれって言ってるようなもんだよな。炎上後、本当かわからないんですけど、こんなツイートがありました。唐揚げ棒買いに行ったら買えんやった、緊急アルバイト募集してた。そしてこちらの写真、見ての通りフライヤー系全部販売中止になってます。&緊急アルバイト募集中。撮影している人含めて一気に3人のバイトがクビになったからね。それに下手したら損害賠償も請求される可能性があるので、ご愁傷様です。皆さんももしバカッターを見かけましたら、あ、PDR の PDS までお願いします。DM 開放してます。じゃあ。変わった。といえば、YouTuber を信用するなパーカー、スウェット、絶賛発売中です。スマホケースとシールもございます。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプも。よろしくね。皆さんは今日取り上げたバカッターを見てどう思いましたか？バカでしたね。それくらいしか感想ねえよな。あと、前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。では。